LM3914 の応用回路の例題として作った紫外線レベルメーターですけれども、せっかく設計しましたし LED オシロの基板も発注するので、ついでにこいつも発注しようということで、このように基板にしました。キキャドのスキマティックエディターに入力したこの回路は、こちらの動画で紹介したこの回路そのままです。 PCB エディターで設計したレイアウトパターンはこんな感じですね。センサーの取り付け部分はこのように金切りバサミで切り離して使えるように工夫しました。このラインで切り離して、この抵抗と可変抵抗をワイヤー配線すれば LM3914 の汎用基板として使うことができます。基板のサイズは 35.56mm×94.12mm になりました。2枚並べても 10cm×10cm に収まりますよね。ですからこんな風に2枚面付けして製造データを作ります。 4.9 ドルで20枚作ることができます。電池ホルダーについては回路図は入力せず PCB エディターのみで作りました。ターミナルクリップのピンの寸法は物差しで測ってパッドを置いて配線する感じですね。パイロットランプ用の LED と抵抗と保護用ダイオードのフットプリントもPCB エディターから直接呼び出して適当に配置して配線しました。スイッチの取り付け穴はピンヘッダーのフットプリントですね。基板のサイズはレベルメーター基板と全く同じサイズにします。穴も同じ位置にしました。当然これも2面付けして製造データを出力しました。この2種類の基板をこの LED オシロの基板と一緒にFusion PCB の注文フォームにアップロードしました。それで出来上がったのがこの基板です。荷物がどんな感じで届けられるのかお知りになりたい方はこちらの動画をご覧ください。荷物の開封映像をご覧いただけます。基板が到着して最初の組み立ては IC ソケットを使います。設計には自信があるんですが、万が一ということもあるので1枚目は試作品ですね。正しく動作してくれるかどうかを確認します。出来上がった試作品がこれです。8月13日の正午ぴったり、気温は33度、晴天という環境下で動作テストをします。センサーを直射日光に対して直角に当てた状態でレベルゲージの6個目まで光りました。マックスまで光らせるにはまだ紫外線が足りないようですね。日陰だと2つ目まで光りますね。直射日光に対して角度を変えただけで点灯する LED は2つほど減りますので、日差しの角度によって紫外線の感知量は随分と変わるようです。レベルメーターの LED を赤色にしたのにも理由がありまして、 LED の色が黄色や緑色だと直射日光の下ではどこまで光っているかわからないんですね。赤色は波長が長いので直射日光下でもこのようにはっきり視認できます。電池ホルダーの右側面にハンダ付けしたプッシュボタンを押しっぱなしでオン、指を離すとオフです。このようにちゃんと動いてくれることが確認できたら、2枚目からは IC ソケットは必要ありません。紫外線レベルメーター基板と電池ホルダー基板はこんな感じです。ここまででかかったコストはこの通りです。実は基板が到着するまで待っている間、100円ショップのキャンドゥで紫外線の強さがわかるブレスレットというのが売っているのを見かけてしまいまして110円で紫外線レベルメーター、しかも電池不要なんて思って、モチベーションが下がってしまったまま、こいつを組み立てていたんですね。そんなわけで出来上がった紫外線レベルメーターユニットは外径寸法 35.56mm×94.12mm×33mm、 電池搭載時の重さ 90g、 炭酸乾電池2本使用、連続稼働時間24時間以上というスペックになりました。以上、簡単ですが続 LM3914 で作る UV レベルメーターの紹介動画でした。今回も最後までご覧くださりありがとうございました。